さて、追っ始めるか。ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか？いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえてモーサバ、エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル、ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島。レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの狩猟さんたちでしょうか？ゴフは完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは狩猟よりもレージュの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは、死と。来ます。このバカでっけえトカゲは、ドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間、時間を稼いでください。魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。ここは手分けして当たりましょう。
これでひとまずこの小屋は安全です。スカイマの群れを操る術者を探します。来ました、海辺の岩陰です。十分に気をつけて。まだです。術者を探ります。少し時間を。いました、洞窟の中とその先の浜です。中は暗いな。迷子にならねえよう気をつけろってか。ワニは俺がやる。ガッツは実践をやってくれ。スカイマは肉体を持った存在なので防壁の効力には限界があります。気をつけて。で守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。無事か。今戻る。待って、
ってガッツさん、何かがそこに。幽体だけならばともかく、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ、このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない、それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。ではまだ傷が。私が引き戻します。激強、人間離れしてな。ひどいげつねえ戦いぶりだな。強戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。ガッツさん、ガッツさん。光、水面。ガッツ、正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたはことの重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。